通常の死とは異なるゴアマガラの素材を手に入れたようだな。このゴアマガラの素材を武器に利用すると特殊な性質が備わるらしい。俺も何度か加工してみたが、どうやらプラスとマイナス双方の回心率を持つらしい。例えばプラス20またはマイナス40という具合だな。このことによりプラスの回心が発動すると攻撃のダメージが上がり、マイナスの回心が発動すると攻撃のダメージが下がるようだ、うん、知り合いのハンターによればこの武器を装備して恐竜ウイルスを克服するとマイナス回心率がプラス側に反転するという特殊な性質も持っているようだ。例えばプラス20またはマイナス40ならマイナス40の分がプラスになりプラス60になるという具合。へえ、混沌ゴアの装備ってこんな好きだったっけ。うまく立ち回ることができれば高い回心率を維持し続けられるかもしれないな。ちょっとよくわかんねえんだけど、これか。あ、ほんとだ、回心率が2個ある。面白。うわ、しかも武器もめっちゃかっこいいじゃん。ゴアとシャガルの中間だ。ま、作らないんですけどね。でね、体験といったらね、この俺がずっと育ててきたエクスキューションで、で前回黒巻き角をディアブロ足からぶち取ってこっちの道に進もうと思っていたんだけど、コメントでイベントクエストで超かっこよくて強い体験があるのでそっち使ってくださいと。でグッドがね6周7周ぐらいだったんだよね。これは本物だということで、こっちの道は捨てるわ。まあ、なんならね、あのディアブロ体験はもうサードで散々使ったんだよね。もう開いたわ。こっちを作ります。アニバーサリーソード。イベクエの内容自体はね、リオレウスとリオレイヤの同時資料で、まあそんな別に難しいあれではなかったね。これね、スロ3なんだよね。で、攻撃力も高く、おまけに爆破もついてて、おまけに防御力プラス20もついてるっていうね。こりゃ強えわ。見た目見てなかったな。うわ、ん、なにこれ？エジプトから発掘された？では、この武器に見合った防具を作っていきましょう。ディアブロ X ヘルム。ディアブロ X メイルで、同系統バイカのゾディアスアーム、クシャの腰、同系統バイカじゃねえや、これはゾディアスグリーブ。3つ上位装備になっちゃった。ではディアブロ X かっこよ、うん、何この肩。3つ目の短縮種、そして耐震種を1個2個、完成だ。耐震切れ味レベルプラス1、抜刀術技能刀術集中。まああれだな、上位で使ってた防具の上位互換みたいな感じだね。ただね、防御力が546なんだよ。これはもう上位じゃ。いやー、君を探していた。そう、ついにガンナが見つけたんだ、あの奇妙なモンスター霞竜大名槌をね。いるのかいないのか誰もわからないという奇妙な古竜を未知の樹海の奥に見つけたらしい。どれぐらい奇妙かは、どれぐらい奇妙な古竜かは君も会えばすぐにわかるだろう。お前さ、古竜級のモンスターで情報をさ共有してないって、どうなったらそういう思考回路になるんだよ。それでもヒットハンターなのかよ。早速看板娘さんに消え去ること、霞のごとしの緊急クエストを依頼しておいた。現地ではきっとガンナーが助言をしてくれるだろう。お前本当は俺に死んでほしいだろ。やつの目から激しい怒り、激しい嫉妬を感じました。さあ、ホージーのナズチは強いぞ。全盛期だね。多分ホージーのナズチがナズチ歴の中で一番強い。ダブルクロスとかにもいるんだけど、まあスタイルで余裕になったじゃん。でライズはハンターが強すぎて余裕になってるから、ここが一番強いのよ。消え去ること霞のごとし、未知の樹海だ。いるわね。でもここからまだ遠い。さあ行きましょう。準備はいいかしら。近くなったら知らせるわ。大丈夫、私なら見えるから。やっぱこのお姉さんめっちゃ優秀なんだ。目がとんでもなくいいんだ。ピットランサーさんとは大違いですね。透明なものまで見えちゃうんだから。お姉さんの目にホークアイ、そう名付けることにしたよ。近いわね。ふふ準備はいい。もうここにいるってことじゃなさそうだな。ああ、そうか、ムービーがあるのか、そもそも。そうだ、だから村区選んだんだ。綺麗なとこ。
さすが俺、見えてないのに感じ取ったか。アニバーサーリソードかっけえ。うこわ。モンスターパニック映画じゃん。くそ、これ初めから怒り状態かよ。あ？ふふ、ついに会えたよ。会えたわね。あれが霞竜大名槌よ。その名の通り皮膚に電流を流したり、霧で光を屈折させたりして自らの姿を不可視にする古竜なの。特に怒り時には霧を吐いて姿を消すわ。今みたいにね、ターゲットを定めると目標物を両眼で注視するの。視線に注目して。あら、姿が見えない時は視線にどう注目すればいいかって。なら仕方ないわ。勘よ。なんだそりゃ。いるねー。なんかちっちゃいな。防御力がね、520とかいう上位防御力だから。え、開いた。うわ、この体験進めてくれた人ありがとう。めっちゃかっけえ。貯めると開くんだ。おはー、しかも変な音する。なんかゼルダの伝説みたいな音するぞ。うわー、かっけえ。こりゃいいの紹介してもらったな。半蔵と生太郎も喜んでるで。まず1回、2回いけるか。無理か。あ、怒り入ったね。火力は出てると。はぁ、足かすっただけで。それは盗んじゃダメだ。いや、もう村食いでこんな食らうんじゃ集会所でやってけんのよ。しかも飛躍が1個になっちゃったからもう死ねない。あのね、重鎧玉がもう切れちゃったんだよね、いろんな装備作りすぎて。あとでなんか、集めておくわ。周回して。一発食らったら1回復。甘えずに心がけよう。なんだ、どこで、早くない？もうほぼ瞬間移動ないよ。ねえ、それ。ターゲットカメラなかったらマジきついわ。ただ怒りが治ったから、なんか、あれだね。ブレスすっごい綺麗。いやー、そこ持ってかれんのか。まあ、これはさすがにしなくていいな。怒ってないし。頭。これいけるか。あー、ためにはいけると思ったんだけどな。ナイス爆破？意外と爆破するもんなの、体験で。つか、ためにでさ、開くのめっちゃいいね。なんか、ためにってさ、ためてる感がなかったじゃん。だからなんかね、ためさんまでつい無理やり食べちゃったりするんだけど、これはためにの時点で開くから、なんか、あ、ため、参加なくてもいいかなっていう、そういう気持ちになれる。きた！かっけえ。超かっけえわ。もう一回。いやー、欲張ったなー。回避企画か。よかよか。やばい、思ったより早い。ちょ、盗みすぎじゃない？どんだけ盗むの？口での攻撃受けたらアウトか。よかった、大きい役グレードがある場所でね。で、ナズチは後ろ足で転倒だから、そんな頭狙う必要ねえんだけど、あの、俺のさ、双剣を同じってみんな覚えてる？毒の双剣。あ、いや、ちょいけ、くれ。大風神。
ッケーオ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 ッケー、あかーん、ついなー、めちゃくちゃ毒ブレス吐く、なんか気違いみたいになりながら毒ブレス吐くやつあるじゃん、あれがちょっと強えわ。逃げたか。激運のかけら、これあれか、生産アイテムだ。てかこの体験さ、切れ味レベルプラス1つけると紫が割と出てるんだよな、強いわ。さあ来い。これが突然の突進じゃないか、なんか後ろ仕切るのもなかなか骨が折れるね。あれ、この毒消えねえのか。そっか、フォーベースの名指しから消えなくなったんだ。くっそー、セカシーまではね秒で消えてたんだけど、強い技になったな。クシャの竜巻とかはさ、すごいストレスあるけど、こういうなんか毒程度だったら面白いよな。削れてるね、全然切れてないように見せかけて。これ怒り3回目だからね、ちゃんと削れてる証拠です。でこのヤバヤバブレスなんだけど、これは、いやー、後ろにいても当たるのか、なんだそりゃ。うわー、毒通り、あっぶねへえ、オッケー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 、だからさっき食らっちゃったのか。ペッペよーっしゃ、ナイスバクワー、角ぶち壊してやりてえなー、うちの双剣を同じしろためにな。いや問題ない、勝てるわ、あいつの方が強かったよ。誰だっけ、コントンゴグマ、コントンゴグマじゃねえわ、コントンゴア、尻尾も切れるといいね。なんだ急に、うわ強、そのモーションやば、いいモーションもらったねー。つか毒すぐ治るわ、なぜしてこんな毒すぐ治るモンスターだったっけ。プッ、後ろ足きた、うーん、これは顔面かな、かっけー、このやべ、バカ気に入ったこの体験、マジでバカ切りいったわ。そろり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 、いけしゃあ、尻尾の先端にしか確か判定がないんだよね、ナルチは。いやらしいこと、いこがいるでしょ、おつけしてるぞ。あー、万の雪無理玉炊いておくか。それがいいだろ。一個だけここに炊いておこう。で、頭。折れねえか。何パイかとかあったっけ？くそ！やばい。大丈夫。回復して回復薬も飲む。ワン、ツーでいい。危ねえ。なんかつかめねえな、つかみどころね、怒っとるなあ。あ、怒り直った、チャンス、よし、あと一回乗ったろうかな。いや、お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 ー、最悪。マジ最悪。なんか全然予想と動き違かったわ。こいつあれなんだよね。こいつだけの、こいつだけ特有のね、乗りモーションすんのさ、ピタって止まって動き始めるやつ。ちょっと久しぶりで、覚えてなかったな。おれ！まだ行くぞ！え、折れねえ。やっぱ HP 何パーセント以下だな、これ。これで折れねえの？さすがにおかしいよな。
おいしょー、完璧で、一発後ろ足に入れて、とう、こいつまた抜けできねえな。いや、あー、これ吹っ飛び判定もあんのか。湯煙でもまだ効果切れてねえから使いねえ。いやー、うめえか。ああ、びっくりした。そうだ、飛躍がないだけでまだ3落ちじゃないんだ。ほぶねえ、もうそういう気分だったわ。ただ飛躍がねえのきちいな。いやー、転がってるじゃない。いやー、甘く見てたな。こいつに3落ちなんてあるかって感じだったけど、意外と食らってみると全然あるわ。ほら、怒りな、お得意の霧吐いてみろよ。あー、危ない、ダメダメ、これガードできないよ。頭、クソ入んねえか。クソ、尻尾か頭、どっちかは持ち帰りてえぞ、俺。尻尾の方はもうきついかな。賞味ねー。先端の方全然切れてないから。クソ、頭くると思ったんだけどな。もうちょっと慎重に戦おう。ブレス、ブレス。うん。よくやった！あ、お前ら頭壊してるもしかして。やるじゃん！つまり、お前らも早く防具強くしてあげないとな。そっからだよな。これ、後ろまで来るよ、これ。その、後ろまで、お前、え、どこまで来ちゃうのこれ。360度タイプ、これ。うわー、嫌なとこに持ってきたな。あ？何？なんか全然隠れ全然隠せてないけど、これあれか？頭破壊したからってことか、もしかして。多分そうだな。くそ、尻尾ね、来ねー。なんか俺、二落ちしてんのに、全然余裕ないのに、尻尾狙う余裕ある？大丈夫？あ、大名寿司毒ってる。生太郎が半蔵がやったな。こいつの毒耐性めっちゃでかかったのに頑張ってるね。猫たちも頑張ってる。俺も気合い入れないとな。おれ！わ、つか先端割と柔らかいんだな。ためにでいい。もういっちゃう！うっそーん！いって！くっそ、これが強い！あれ2連続がやばいよな。うわー！いやらしい。飛んでる。いきなり襲いかけてくるわけじゃないからな。これ回復チャンスだね。当たった？こっちまで来るよ、こっちまで来るよ。落ち着いて、こっちまで来るからね。オッケー！くらえ！まだ切れないか。まあ、尻尾を狙う必要はないわ。後ろ足を狙いながら転んだら尻尾。多分これやってるだけでもう切れるとこまではダメージ与えたと思うわ。キモ。こっち向いた、向いた、ここか。尻尾になっちゃった。もう一丁。くっそ、羽とかに座れちゃうよ。うわあ！よくないよくない、ここ行き止まりだからね。あー、こっちまで来る、これさすがにね。怒りも治った。アタックチャンス。お、久しぶりに見たな、これ。
オッケー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 、絶対尻尾に、尻尾の判定じゃないけど、あれ前足だよ。あーびっくりした。まだ弱んない？逃げたな。弱ったら尻尾が切れるからね。お前の言いたいことはよくわかるよ。乗ってくださいってことだろ、このマップに移動してきたってことは。大丈夫、お前の思いしっかり俺組んでるから。おお、翼が壊れた。大弾は取れないか。こんなに尻尾切ったのにマジかよ、情けない。なんかベロ埋まってるよねえ、ベロ埋まってるよ君。いにしえの竜飛行、あれだね、生産アイテムだ。ちょ、これ尻尾お前なんかあれだろ、水分吸っちゃって嫌だろ、切っといてあげたからな。これ出ちゃっとるじゃん。特上川交流の地合格、交流の大宝玉。運がいいな、一発目で出たか。特上川霞二の合格、てか合格気候報酬で出るんだな。いや見事だったね。ガンナーからオーナッシュのことを聞いたよ。自分よりもさえ渡った感と何よりも積み重ねた経験が垣間見えたと言っていた。彼女にそこまで言わせる君の狩りを私も同行してみたかった一連の件に協力してもらったことを心の底から礼を言うよ。どうもありがとう。君と出会えたことを私も誇りに思ってるよ。そんな彼の目は嫉妬に満ち溢れていたのであった。姉さん、お会いしてきました。ふふ、さすがだわ、あの同じを見極めてしまうなんて。素晴らしかったわ、あなたの狩りをすぐ近くで見ることができて光栄よ。ありがとう。ところで私思うんだけど、あなたって近いうちにどこのダイヤよりも力強くて優しいハンターになるんじゃないかしら。すべての命を受け入れて最も死をも見つめ続ける最ん生も死をも見つめ続ける最高のモンスターハンターに。あら、なんでそう言い切れるかって。そうね、勘かしら、ただの勘。ふふね、姉さん惚れたかい俺に。ごめんな姉さん、俺は極べきソロ狩りしてる女じゃねえと受け付けねえんだ。